五葉図鑑台北呼吸の伝理降臨作品理降臨は、北宋の文人、画家、古物収集家。字は、白字、号は、流民居士、露州助条件の人。家教受験し、1070年に紳士となる。官僚を務める傍ら、考古学者として同期など骨董品の年代確定でも活躍した。退官後の晩年は、画の制作に専念した。 リコ林リンの作品としては、ゴバ図鑑が、新作と認められている。真の皇室から日本に流出した後、約80年間所在不明であったが、2017年度に、東京国立博物館へ寄贈された。画論中に現れるリコ林リンとして、南宋の塔椿の、がっぎに次のような記載がある。竜眠り小尻光輪、字は、白字。ジョの大族であり、家は、 代々受学を行とする。父の名は、巨一。かつて、兼領法制に挙げられた。公林は、記念3年に科挙に旧大し、文学で、当時有名であった。陸伝が、中小文科省三定館に推挙し、東圧市逸が、県方御次第に壁挙し、館は朝、笹浦に至った。元府3年非病を患い退職、数年5年死去。 仏教を学び道を悟って、その大名を得得、朝廷で、花肌名簿があった。資料は絵画を良くしたことにより世よに知られているとするが、正確な評論とは言えない。平時から小叶絵等の古希を広く求め、経壁等の宝眼を豊富に家に増した。感触の余暇に画質を持って、絵画を作り、死に到達して玄名なる境地に達した。 その抜群の才能により、何事を成しても人より勝っていたのであろう。次第部は、李光林の、倉間の側、藩強しにまさり、仏側、五道源追い、山水は、李思君に似て、人物は、藩広しに似るというが、妥当な説である。特にガバに優れ、描かれた馬は、飛竜、ふん玉、語下、かんけと形容される名馬の様子そのもので、これに比べれば、 陳の描いた馬は、良いものと思えず、反強しの馬でさえ、大して素晴らしいと言えない。それゆえ奏食は死に読んだ、竜、眠りの胸中に戦し、イコール馬、あり、肉だけでなく骨まで描くと。皇帝剣も言う、白磁が馬を描くのは、孫太鼓、チビ、が、湖灘水石を描くようなものだと。これはその出力が強く美しいことを言うのである。 理リ林は善にふけり、善僧と多く交わった。ある日、終鉄面、イコール善僧、報酬、が、突然、理リ林を今しめ、馬を描いてはならぬ、死後に、輪廻により、落ちて、馬になってしまうぞと告げた。理リ林はこの言葉にハッとして悟り、以後は決して馬を描かず、諸仏を描くことのみに専念した。理リ,リンの描く仏の像はどれも必ずキーなところが、 あり、世俗の人を驚き惑わせるものでありながら、仏画としての絶妙なる、素晴らしさを失わなかった。かつて、長たい観音を描いた時その腰帯は、非常に長く、身長の1.5倍以上もあった。また、両義助のために描いた、石上伏せ観音は、それまで誰も見たことのない姿形であった。また、自在、観音は、結果ふざして合唱していながらも、 何にもとらわれない、自由自在な境地を示しており、世の人は崩した座り方が自在であると勘違いしているが、自在とは心にこそあるのであり、その姿にあるのではないという。これにより、気高い人や物事に通じた人は、何をどう構えても通用しないことはない、何をしても通用する、ということがわかる。リコーリンは、平時、大河、幅、 を作らず、多く清し神道史に描き、カトリソ、キヌ、用いず二個ニコ、彩色、を施さなかった。リコーリンが、同時代の人々を超越していたのは、まさしく、これらによるのである。格弱虚は言う、五道元の画は古今にただ一人のみ、卓越している、と。だが私の見るところ、李白寺が出た以上、五道元に並ぶものなしと言い切れるものか 作品に、公共図、旧華図、奇ラ来図、洋館図、古都鶴図、軽弱図、原子量釣りなだ図、三層図、木居図、虎製天馬、天育表記、甲図赤、木工場、翼馬、増龍馬、海海湯とら等がある。一時代の名試賢者、共に留めて記すものである。ありがとうございます。